ね、しかもね本当に見てください、まあ、7月4日とあと今回8月8日最終日も全ルーム満員になりました。本当に皆さんありがとうございます、めっちゃ嬉しいです。でしかも他のね日程も少しずつですけど満員が増えてきてて、もうめちゃめちゃ嬉しいです。なんかこんなにも皆さんといっぱいお話できるのかなって思うと、もうほんまに楽しみで仕方なくて、もうすごい嬉しい気持ちでいっぱいなんですけど、でもねまだ空いてるお部屋何部屋もあるので、ぜひ皆さんお待ちしてます。はるかとお話ししてください。お待ちしてます。めちゃめちゃ気合い入れてね、コーディネートも考えたしコスプレも考えたので、ぜひ来てくださいね。もう明日の12時までですから、皆さんはるかルームへの鍵がゲットできるの大変ですよ、もうあと十何時間しかないよ。やばいですよ。なので絶対会いに来てください、約束。でもね本当にもうほんまに毎回毎回言わせてもらってるんですけど、もうねこうやってはるかが嬉しい気持ちになって、こう皆さんとまあ今会えない時期やからこそこうしてこういう形ではあるけど、皆さんとこう言葉を交わせるというか、まあ会えるのは本当に会いに来てくださる皆さんのおかげです。本当に本当にありがとうございます。もうありがとうじゃ伝えきれないぐらい感謝の気持ちでいっぱいなんですけど、もう本当にもうあとはね楽しみに待つのみなので待ってます。はるかルーム満員計画ね、ぜひ今回も達成できたらなって思ってるので、よかったらまた来てください。待っとってやかなた、待ってるで。あと12室しかないよ味方町、ほんまやでな、嬉しいですけど、まだでも12室あるので来てください。なのでね、会いたさましましな方はぜひ来てください。もっと会いに行きたいよ、やぶちゃん嬉しい、たくさん会いたい、チュンゾーさんも嬉しい、来てください。お話しする日増やしたい、あやねちゃんぜひ来て、来てください。はるちゃんとお話ししたいけどさ、今回のはいけへんかも、松さんマジで寂しい、ピエン。でもまたじゃあ来れる時よかったら来てください。鍵ゲットにポチッとしたよ、あらやんさん嬉しい。何から話しますか。今からもう楽しみで考えといちゃう、考えといちゃう。また行ってもよきですか、こぐまさん、もうもちろんじゃないですか、逆に来てくれないの。初めて見に来ました、はるちゃんかわいい、あいさん嬉しい、こんばんは、なんで来てくれたんですか、めちゃめちゃ嬉しい、わざわざコメント、初お話し会でめちゃ緊張してます、ゆうすけさん、あー嬉しい、いつもブログにもコメントくださって、はるかも楽しみにしてます、めっちゃワクワク。またポチポチしました、ひでさんもありがとう、いっぱい話そうな、楽しみに待ってます、こんばんは、ソルトさん、ドリアンおじちゃん、ナチュちゃんこんばんは、はじめましてさんもたくさんいるのかな、ドキドキとくちゃんね、なんかでも初お話し会って言ってくださる方も何人かいらっしゃるので、すごいそれも楽しみやし、まあ、もちろんいつもましてさんのね、いつもましてさん、いつもましてさん、なんでなんか、なんか合ってるんか分かんない、いつもましてさんもね、そう、何から話そうかっていうとこからもうまず楽しみなんですよ、はるかは。特に今回はもうどっか
から話すっていうレベルで話したいことがもうたまりにたまりすぎてるので、マジでね、どっから話そうかっていう。今度のお話し会、劇場での表情が良くてそれを伝えたいです。 S さんめっちゃ嬉しい、それめっちゃ聞かせてほしい。やっぱなんかファンの方からのなんかそういうなんていうんやろ、あのパフォーマンスについてとかめっちゃ聞いてみたい。なんか自分でもその客観視一応するようには自分のことしてるけど、やっぱりこう皆さんから見てはるか劇場でねどう見えてるのかとか、まあ、もちろんブログとかでね今日とかもすごいたくさんあの DMM のアーカイブについてとか書いてくださってる方いっぱいいたんやけど、やっぱ直接そういうのを聞かせてもらいたいなって思ってるので嬉しいです。絶対教えて。またこうして直接お話ししてたくさんの人がはるか沼にハマっていくんだろうな、ムラッチ。いやーもうもっともっとハマってもっともっと深くハマっちゃってください。初お話し会ではるちゃんで、しかも初日やから緊張で暴れそう。リクさんそんな暴れそうなぐらい、そんな緊張しなくて大丈夫ですよ。でもめちゃめちゃ楽しみにしてる。いっぱい話そう。レオパージュ公演からすごい気になってツイッター見てました。そうなん、めっちゃ嬉しい。レオパージュの公演見てくださってるの。ありがとう。やっぱ公演見てなんか気になったって言ってくださるのめちゃめちゃ嬉しいですね。やっぱ最高に嬉しい。謎の日本語って書かれてるシムさん謎の日本語使っちゃった。最近はるちゃんのショールーム配信が楽しみです。何それ、めちゃめちゃ嬉しいんやけど。もうそれはいっぱいしちゃいます単純それな、話すことありすぎて新地。いやそれよな、この会えへん期間が結構長かったじゃないですか。だからほんまにもうあのまずどこから話してないっけっていうそこからじゃない、もうやばいよな、ほんまに分からんくなっちゃうぐらい皆さんに会えてなさすぎてもう寂しいです。寂しくてもう干からびそうそういうのは全部ブログに書いちゃってるわ。そう見てるね。そう読ませてもらっててめっちゃ嬉しいけど、でもやっぱ直接聞いたりするのとやっぱ違うこともあるから、やっぱなんか直接パフォーマンスのこととかもまた教えてもらえたら嬉しいな。ドハマりしちゃってます、嬉しい。 もっともっとドハマりぐらいなんそれって感じやけどね。はるちゃんにハマった一人です。きりちゃん嬉しい。もうもっともっとハマってもらえるようにはるかも頑張ります。なんか自分で自分の魅力ってなんかよく分かれへんけど、いまだになんか、まあ、アイドルやっててそれでええんかっていう話なんですけど、自分ではなんかよく分かってなくて、なんなんやろうって思ってるけど、でもなんかこう何でもいいからなんかこう、あここ魅力的やなって皆さんにいっぱい思ってもらえるような部分を増やせるように頑張っていきます。あるかも。首までハマってるからこれ以上ハマると息できない危ない。息はちゃんとねしてもらわないと困るけど、まあでも頭ぐらいまで使ってもらいましょう一旦ね頭ぐらいまでよろしくお願いしますね。水をかけて元に戻してあげるよ、味方ちょお願いします。お話し会で水いっぱいかけてくださいどういうこと干からびちゃってるんでね今、みんなに会えへんくて
そうなのでお願いします。はるちゃんのお話し会はどんな話もキラキラ笑って聞いてくれるので好きです。恥ずかしい、ゲラがね、ゲラが発動してますよね毎回。でもそうやってね言っていただけると嬉しいですね。こんばんは、ひろゆきさん、りょがたん、こんばんは。パフォーマンスの時の目が素敵です。チャミさん嬉しい、ありがとう。パフォーマンス見てくださってるの嬉しすぎる。肩までしっかりハマってます。おー嬉しい、もう頭のてっぺんまで行っちゃいましょう。何それ、楽しそう。水夏やから夏やから、ホースで虹作らなあかんな、やっちゃん。もうなんか歌ですね歌ですね、聞いたことのあるね。こんばんは、目かわいい、ひえちゃんさん、ありがとう、嬉しい。こんばんは、目が目ですか この前のグループお話し会でハマりそうになってます。いやー嬉しい。加藤さん、雰囲気が良かった、マジで嬉しいです。いつもあんな感じ、もっとでも個別の方はもっとお話してるかもしれない。楽しみに待ってますよフ遊びに来たよ、もかちゃん、ありがとう、嬉しい。レオパージュ公演のアーカイブ見てて少し気になった。嬉しい、テイクルさんありがとう。この間のやつ、この間って言ってもいつやったっけ、おとといでしたっけもうなんか曜日感覚とかなくなってって、もう嬉しいなぁ。こんばんは、うずしおのりさん、初見さんありがとうございます。なんで来てくれたんですか、嬉しい。いがっちさん、こんばんは、ありがとう。包容力が素晴らしいね、はるちゃん。ほう喋られんかった包容力はるかにあるんですか、自分でも分かれへん、びっくりして、なんか今喋れんくなったうん、今日はるちゃんの生写真無事に届きました。おー嬉しい、あれですかね、恋なんかの衣装かな。ツイッターにも報告してくださってる、報告ツイートしてくださってる方何人もいて嬉しかった。みんなそばに置いといてくださいね。お、一昨日のやつと初日のやつ両方見てたんよって、うお嬉しい、見比べてくださってわざわざ嬉しい。早くお話し会になってほしい。それな、まあ、でもあっという間なんやろな、だって5月ももう終わるんですよ、早すぎん。ついこの間だってはるか明けおめしたってえ、それは言い過ぎ、え、ねえやばくない、もうすぐ、もうあと1ヶ月ぐらいしか18歳満喫できひん、やばくない、あっという間じゃないですか、怖い怖いうん、怖いです。こんばんは、ほうちゃん、こんばんは、ありがとう。大阪魂公演はセンターはるちゃんを目撃できる素晴らしい公演、アクエリアスタカ。いやもうほんまに未だにやっぱちょっとなんかなんていうの、
緊張しますね、センターっていうだけでめちゃめちゃ嬉しい気持ちと、なんか大丈夫かなっていう不安ではないけど、なんかちゃんと死ななってめちゃめちゃなんかいつも以上に、前まで以上に思いますね。やっぱりすごいなんか重大、やっぱだってグループの言ったら、まあそのね、まあ、レオパージュのなんていうんやろ、まあ、みんなそれぞれもちろん必要不可欠なんですけど、メンバーでもやっぱりこうセンターって言われるとなんか顔、グループの顔みたいな感じに思っちゃって、なんかすごい自分で大丈夫かなとかいいのかなって思うけど、でもそうなんていうやろ、そう思ってるとなんかねダメというか、もっとこう自信を持たないと、そういうのが逆に出ちゃって良くなかったりするなって思って、初日はちょっと多分不安の方が大きかったけど、この間一昨日はもうなんかもう見てくださいぐらいの感じでちゃんと自信持ってできたから、それも良かったのかなって思いますけど、もっともっとでもなんかもうね、みんなから見てなんかこう、はるちゃんがセンターみたいな感じに思われないようにもっと頑張らないとなって思います。こんばんは、お久しぶりです。あら、アッキーさん、めっちゃ久々やん。こんばんは、ありがとう。お話し会19歳おめでとうも言わないと。コウコウくん、言ってくれる？いっぱい言ってくれますか皆さん。劇場で見たい、いやほんまに見てほしい。すべては途中経過の歌い出しがすごく透明感ってよかった。やったー、ありがとうございます。あれめっちゃいつも緊張するんですよね、一人やからなんか結構ずっとなんか一人の歌割りってそんなになくて、二人ずつとか三人ずつとかが多かったから、すごいで結構長い尺なんで、ちょっといつもこうドキドキしながら、道頓堀も一人での歌割りがあるからめっちゃいつもドキドキしてますクーホー公演や大阪魂などはるちゃんのパフォーマンスたくさん見られるのが嬉しい。おー、そう言っていただけると嬉しい。クーホー公演もねたくさん出させていただいて、なんかもういい意味で慣れてきて、なんかこうポジションとかダンスとかは考えずに、もうなんかこう体が勝手に動くようになったから、それこそ表情とかなんか歌い方とかになんか集中するようにできて、そうやっぱなんていうの、場数踏むって大事やなって思うし、いっぱい出させてもらってて嬉しいなって思います。頭3曲でとても惹かれまして、うわー嬉しいな。頭3曲はねやっぱ特に力入れてるから、やっぱ頭3曲でなんかそのグループの色がやっぱ分かるなと思うし、なんかすごいそこでなんか引き込まれるかっていうのが結構重要かなと思うから、いつも頭3曲めっちゃ気合いも特に入れてます、全体的にやけど春ちゃんの目の形大好きすぎる。春さん、嬉しい。そうなの？でもまだね二重治ってないんですよ。寝すぎて左目の二重の位置変わって昨日やったっけ、まだ変わってないねんな。
もういっかって思っちゃってまたね、もういっかって思っちゃってうん、頭三脚のはるちゃんが一番インパクトある。やったー、嬉しい。そういう、それが一番嬉しいかもしれん。はるちゃんの掛け声のいくぞがいいな。マジ？もうあの掛け声は絶対どこのリーダーよりもいっちゃん声出したんねんっていう負けず嫌いはるちゃんが出てます。頑張ってめちゃめちゃ声出してる。まあもともと大きいからあれなんですけどもともと声でかいからあれやねんけど、そう、でも頑張ってるお花は治りました？ごっちんさん、お花はもう放置してます。そのまま固まっちゃったのかな、曲がって固まってるかもしれない。ちなみにごっちんさんはあさってお誕生日ですよね。ちょっとあさってがさ、はるかあの公式のなんだっけ配信なんかあるじゃないですか、ドラニの方々との、ドラさんとロッキーのだからね、ちょっと配信できるかわからんなと思って、お先にちょっとお祝いをハッピーバースデーディアゴッチンさん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう。2日早いですが今年もお祝いできて嬉しいです。ありがとう、来年もお祝いさせてください。はるちゃん今来た。くんちゃんこんばんは、ありがとう。パフォーマンスが大好きなのとお顔が可愛すぎるね。嬉しい。あ、水崎あっちゃんさんや、またまた来てくださって嬉しい、ありがとう。早く劇場行きたい。いやほんまにもうね、直接見ていただきたいです皆さんには。本当に ありがとうございます。ごっちんさんごめんね、ちょっと早くてちょっとなかなかできなさ、できないかなってちょっと分かんないんですけど、なのでおめでとうございます。すごいコメントがもうね、皆さんファンの皆さんがファンの方をこうおめでとうっていう、あのはるかルームが大好きですほんまに優しい、みんな優しすぎてどうしようと思うぐらい幸せな気持ちになれます、みんなといるとありがとうございます、いつも今何時や、41分、早っ、え、早っ、早くないびっくりしたびっくりした今ファンの皆さん温かいよね。いや本当に熱々です温かい通り越して熱々、そういうところが大好き、そういうところもやな、そういうところも大好き。ではでは、そろそろカラオケ配信しようかな。テロップ書くの忘れてた。カラオケ配信しましょう。今日は一人大阪魂公演します大阪魂公演のね話を今してたということで、ちょうどね待ってました、嬉しい、歌っちゃうよ
歌っちゃいますよ。そう、まあちょっとなんかね、さっき調べたんですよ、さっきにカラオケこれに入ってるか入ってないかみたいな。で、入ってない曲も結構何曲かあったんで、ちょっとそれは飛ばさせてもらうんですけど、ある曲は全部歌うので聞かせてちょうだい、聞いてちょうだい。聞いてちょうだい。よいしょ。では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 、皆さんコールちょこっとでもいいのでしてくれますか？してくれる？ではちなみに残念なことに1曲目の俺らとはが入ってなかったので、あれれーって感じなんですけど、任せといて。おー、内曲アカペラで聞きたい。今日はなしで、申し訳ない、今日はなしでいきます。そう、いきなりないのよ、いきなりなくてちょっとピエンなんですけど、まあね、まあ歌いましょう。あるのあるのだけね。はい、ちょっと一回ちょっと一回ちょっと水分補給させてください。ではいきましょう。じゃあ歌います。またにそこで苦しんでいるなら、私は希望の糸を与えようか。とても細くて見えないかもしれない、知恵あるものは汗をかくだろう。努力のしずく注いだ時に光の中キラキラするよ。どこかにただじっと待ってるだけじゃ、気立つ分のこの崖は登れないんだ。ひざまずいて神に祈っているなら、私は救いのはしご用意しよう。とても古くて壊れそうな代物さ、夢見るものは手を伸ばせばいい。自分の力信じてみたとき、脆いはしごも重さに耐える。ポジティブ上だけを見上げていれば、小さなチャンスこの空を逃しはしない。
コーかかってる喋る声に、イエーイじゃあこのまま続きますよ。嬉しいコメントがいっぱい流れてて、歌ってる中でもちゃんと見てますよ歌います、エコーが笑う。泣きのより前に出ろ、後ろには夢はないと。ルッパコヘ振り向く、何一歩でも踏み出せよ。昨日の自分捨てて吐いちゃ、メバギババディ道はいつだって険しい、誰も諦めたくなるだろう。それでも選んだ未来なら、そう知る気でゆくしかない。叩きのめされてもまた立ち上がれ、夢に手を伸ばすんだ。そう命が続く限り戦えよ、やられても前を向け、踏ん張って耐えるんだと。ステップバックを戦えよ、全力で勝ちに行け。辛けりゃ歯を食いしばれ、 Sing it out, it's me, it's the long night。やっとここまで来たんだ、次のチャンスを当てにするな。今こそがむしゃらになって、正面とをパスするしかない。ボコボコにされてもまだ終わらない。夢をつかみたいなら誰よりも強くなれよ。振り向くな、昨日より前に出ろ、後ろには夢はないと。Look back, go ahead, 振り向くな、一歩でも踏み出せよ。昨日の自分捨てて吐いちゃ、 Never give up body。悔いのない今日のため、誰よりも孤独になれ。暗闇に怯えるな、自分を信じろよ。戦えよ、やられても前を向け、踏ん張って耐えるんだと。全力で勝ちに行け、辛けりゃ歯を食いしばれ。 Sing it out, it's your Mr. Long Now。 前に出ろ、後ろには夢はないと。 Look back, go ahead, 振り向くな、一歩でも踏み出せよ。昨日の自分捨てて吐いちゃ、ベガビッグバディ見るプロデュース公演、大阪魂捨てたらあかん公演ですね
イエーイ、ありがとうございます、嬉しい、めちゃめちゃコールはるちゃんってしてくださってる方もいたり、嬉しい、ありがとうございます、イエーイ。やっぱり冒頭3曲いいな、ライチッチさんなあ、めっちゃ大好き。ちょっと俺らとは合わなかったんですけど許して許してください、ね、まあ、ちょっと公演と一緒でこのお時間にちょっとお水休憩挟みますどうですかみんな、どうどう、水分補給ですねって書いてくれてるブルーノートさん、優しいうん、俺らも聞こえてきた気がする、ほんま？俺らからの流れちゃんとあった自己紹介しときますね、はい、じゃあ自己紹介いきます、みんなやってくださいねはい、春が来た春が来た、あなたの隣にあってきた、アンドゥトロワで、はるちゃんパワー、はるちゃんパワー受け取ってな、あーやってきた、もうおーもアンドゥトロワまで、ありがとう、ありがとうございます。大阪府出身18歳のはるちゃんこと佐渡のはるかです。強い意志を持つサファイア担当です、よろしくお願いします。あ、受け取ったよ、嬉しい、ありがとう、もうさすが今日一の盛り上がり今日一のコメント盛り上がりです、ここがいっちゃういつもね自己紹介したらみんなめちゃめちゃ盛り上がってくださって、ほんまに大好きです。劇場でも盛り上がってくれて、ショールームでも盛り上がってくれて、インスタでたまにやっても盛り上がってくれて幸せです。サバイヤーおもろいサバイヤーのコールはおもろいな新しいっすね新しい、毎回宝石考えるの大変やな、まあ、そうですね、でもなんかみんなからあー合ってるとか、なんかこう、まあ、その何、またぎで出演してくれた人か喜んでくれたりするとすごいなんか良かったなって、いっぱい考えて良かったなって嬉しいなと思う、ね、これからどんな感じでまたぎの子が出てくれるのか分からんですけどって分からないんですけど、またね、まあ、石ころ担当の出口ゆいなが来るかもしれないし、新しいね方が来てくれるかもしれないし、そこはね、まあ、これからお楽しみということで、はるか自身もちょっと楽しみにしとこうかなと。はるちゃんの自己紹介大好きです、もうそうやってねめっちゃ言ってくださる方多くてめっちゃ嬉しい。はるちゃんパワーは平和ですね、はるちゃんパワーはもしかしたら平和になるおまじないかもしれないですね知らんけどはるちゃんパワー世界を救う、そんなに、そんなはるちゃんパワー力ありますかね、自分で言っといてねえ、まあね、はい、ということで、まあ、そろそろね次の曲にも行きたいと思います。次ね、はるちゃん好きやわ、しゅんさん嬉しい、大好きじゃなくて大好きになってもらえるように頑張りますねじゃあ次歌いましょう。それでは続いての曲はこの曲からです。
まだ工事中のビルの屋上で背の高いクレーンだけがシルエットになる。夜明けは静かにそっと近づいて、新しい希望という希望くれるんだ。ざわざわした不安のせいで眠れなかった。カーテンの外の世界リスタートするよ。だから人生は何度でもゼロから始められる。どんな毎日自分に言うんだ、今日やればいい。太陽は昇り窓に反射して存在を教えるように語りかけてる。誰かがいつでもちゃんと見守って、これからの夢とか愛とかくれるんだ。期待されるプレッシャーで失敗しても、カレンダーめくるだけで全てが変わるよ。だから人生は長いんだ、マラソンみたいなもの。過去はその時の途中経過。出遅れたタイムなら、この先で巻き返そう。いいタイム出せてもいい気になるなよ。最後までわからない未来の展開、順位は失い周りと比べるな。まだまだ先は長い、やり直せるさ、走り続けろ。人生は何度でもゼロから始められる。どんなマイナスも途中経過。ああすればよかったと後悔をしているなら、過去なんて忘れて自分に言うんだ、今日やればいい。いっぱいコメント嬉しい、ありがとうございます。ちなみに次の2曲がなかったのでウィンクの銃弾なかった、あとトゥルーパーパスもピエン、あの2曲もめっちゃ好きやから、めっちゃ悲しいんですけどないので、そのなんか次の曲に行きますね
次の次の次の曲に行きますね。なかった、残念。いやほんまに残念、残念すぎるね。はいではでは人はいくつになったって失敗ばかりをするものだ。頑張っていたってダメな時もあるさ。そんなに落ち込むな。いつの間にか君も僕も大人になってしまったんだ。何も成長していない。自己嫌悪に落ちるのさ。どうやって生きていけばいいんだ。もう死にたくなってきたよ。さあ僕を追い返れ。人生の道迷ったら一度来た道引き返して、あの固定に立つんだ。さあここを描れ。見失ってしまった夢は教室の机の中、また一から太陽があっという間に消えてしまうなんて知らなかった。このベンチに座ってずっと眺めてたから、やっと気づいたんだ。生きることに必死すぎて大事なことを見逃していた。周りの景色も変わる。街の明かりも一斉にと思ったわけじゃなかった。なぜ取り残された気がする。さあ僕を追い返れ。帰る場所がなくなったらいつだって戻る。さあ僕を追い返れ。もしも泣きたくなったら、あの懐かしい校庭へ涙を捨てに行けよ。さあ僕を追い返れ。何もできなかった自分
2000人行きましたね、ありがとうございますめちゃめちゃ歌ってる間にありがとうございますはい、まあ、本来なら全ては途中経過、ウィンクの中断、トゥルーパーパス、母校へ帰れの4曲を続けて聴いていただきましたってなりますってなりますって。ですごくすごく残念なんですけど、次のね道頓堀もなかったんですねね、ピエンなんですけど、はい、そうなの道頓堀迷い事の川、渡ったら少し強くなれる、辛いことは海へと流そう、あんたの心は捨てたらあかん。ちょっとこれでちょっと許してください2番ね、2番だけでしたけど、今はるか1番歌ってないんでねゆうみさんが歌ってくださってるんで、はいうん、今のでちょっと許してくださいどういい？いいですか？許してくれますか？あかん、好きすぎて、あかん、はるかも好き、あのちょっと1番と3番、3番っていうかラスサビ貯めるじゃないですか、あの大事な夢なら捨てたらあかんってなるのめっちゃ好きなんですよ2番は捨てたらあかんってすぐ来るけど、ちょっと溜める1サビとラスサビめっちゃ好きなんですよね、溜めがちょっといいですよね許すも何も歌ってくれてありがとう。いやこれはなやっぱちょっと必要不可欠かなと、もう 全曲必要不可欠やけど、やっぱねこの公演にはいっちゃん大事なのかなと思って、ずっとだけですけど歌わせてもらいましたでも道頓堀もめちゃめちゃ自分でなんか道頓堀を泣かせてくれのその歌詞のそのなんていうの、主人公になりきっていつも歌わせてもらってるから、表情とかもなんか道頓堀のあの橋のところで黄昏れてるというかちょっと落ち込んでるというか、なんかでもちょっと前向かなあかんなみたいないう気持ちを込めていつも歌ってるんで、なんかそこにまた注目して見ていただけたらなって思います。でもなんかそこ道頓堀の表情を褒めてもらえたんですよ、ダンスの先生に、すごい雰囲気が良かったって。なのでぜひそこも見どころです。もう見どころはもう言ったらね、もうあのキリがないんですけど自分でいろいろ考えてやってる部分いっぱいあるからキリないんですけど、道頓堀もねなんかそういう感じで自分の中でこう主人公になりきってるんで、ぜひそこも見てみてください。てかみんながあの本当にあのねコールをねコメントでやってくれるのがめちゃめちゃ嬉しいです、ありがとうではではアンコールいきますか、アンコールいきましょう道頓堀のはるかの表情で泣きそうになる、嬉しい、なんですかそれはなんですかそれはめっちゃ嬉しいなではいます、アンコールくれてる、優しいみんなじゃあ期待に応えて期待
手を伸ばせば消えてしまう砂の上の脆い面影こんなにまで愛してても思い通りにならないもどかしさそれでも僕は全て捨てて一途に愚かな恋をする君のためにできることはこんなことくらいさ赤いルビーと呼ばれたピッチョンブラック命より高価な宝石さ赤いルビーナイフ当てた自分自身確かめたいんだ本当の意志の色大地の下で眠っている思惑とは欲望たち過ぎ去りし日奪い合った劣化シートは破滅への道どうやっても壊せないよ胸の奥の強調な意志今までとはどこか違う美しすぎる全てが嘘っぽいそれから僕は鉄のハンマーを本気で振り下ろしてみたんだでも無力さに気づいただけ何も変わらないよショワルルビー持て余したツーブラッド未来を語れない宝石さショワルルビー過去はいつも見にくい誰かのものには慣れやしないんだあの先人たちは知っていたんだ月の位置もこの謎まで鳩の血の色した生々しさ本能には逆らえないこと僕がハマった光君の冷たさは輝きは静かみにする魔性を愛に殺されるだろう Yeah赤いルビーと呼ばれたピッチョンブラッド命より高価な宝石さ赤いルビーナイフ当てた自分自身確かめたいんだ本当の意志の色あ大地の下で眠っている思惑とは欲望たち過ぎ去りし日奪い合った劣化シートは破滅への道イエーイランバトルマイ公演でも披露させていただいていたルビーという曲を聴いていただきましたありがとうございますいい歌声やな嬉しい嬉しいですねもうルビー最高もうほんまに大好きマジで大好きですなんか、まあ、ナンバトル舞公演の時にルビーの部分の枠がなかなか歌決まらんくてめちゃ悩んだんですよ他に候補めちゃ出てる曲も何曲かあったりしてでその中からどれにしようっていう感じだったんですけどもうはるかはもう最初からルビーがいいなって思ってたぐらいもうイントロからハマったマジで大好き普段から聴いちゃう一曲ですね大好きではではラストスパートと言いたいところなんですけどまさかのささささ最高もなかったのでもう最後の曲となってしまいましたセルフ言ってみました寂しいマジかマジなんですねそうあっという間なんですけれどもね、ラストの曲を
聞いていただきたいと思います。今来たとこ懐かしいなね、みんな言ってくださってたよね。今来たとこね、懐かしいね。ということでラスト、あの曲で盛り上がりたいと思います。盛り上がって終わりたいと思いますそれでは聞いてくださいって言って準備まだできてなかったそこをなんとかも懐かしい。それでは最後の一曲聞いてください。ワロタピーポー。何かをやれば叩かれる、反論すれば大炎上、足取られて拡散中、とかくにこの世は住みにくい。フェイクなニュースを真に受けて、犯人探しか魔女狩りか、噂が本当でも偽りでも、この才能でもいいんじゃねえか。大切なことは目立たない心がけ、目の前の問題知らない見てない存在、決して責任転換、波風立てなきゃハッピー。笑え笑った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 ピーポー、どこの誰かの前隠して騒げ、笑った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 ピーポー、人の群れに紛れ石を投げろ。対岸の火事なんか他人ごと、安全地帯から見物中、正義とかモラルとか良心とか、そんなもんどこかに捨ててしまえ。面倒な勇気勘違いの偽善者、何頼まれたってできないやらない感情捨ててリスク回避、何もしなけりゃ OK。 逃げろ逃げた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 ピンポン、夢も友も何もいらねえ、逃げた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 ピーポー、なんで生きてるのか教えてくれ。希望のあいつこいつ、見分けがつかない生存証明、大きな声出して叫べ。笑え笑った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 ピーポー、どこの誰か名前隠して騒げ、笑った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 ピーポー、人の群れに紛れ石を投げろ。逃げろ逃げた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 ピーポー、友も何もいらねえ、逃げた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 ピーポー、なんで生きてるのか教えてくれ。っていうのあれ、わらわらでいっぱいでしたね
めっちゃおもろかった、歌っててめっちゃおもろかった、楽しかったです、ありがとう。本日は白間見るプロデュース大阪魂捨てたらあかん公演かっこ一人バージョン空の遥かバージョンにをご覧いただき本当にありがとうございました。また来てくださいね、たまにカラオケ配信もしますね、こうやってワロタは盛り上がるよね、 G ボイさんなあ、やっぱり最強ですね、ワロタありがとうございます、最高な時間でした、そんなくまやん父ちゃん嬉しい、また呼んでください、当たり前じゃないですか。また来てください、ぜひいっぱいコールしてくださって、皆さんありがとう、画面越しなのにこんなにも皆さんにパワーをいただけて本当にはるかは幸せものです、危な今蹴っちゃった、本当に幸せものです、ありがとう、もうねコメントをさ打つのも大変やのにいっぱいねコールのコメントをしてくださって本当に本当にありがとうございます、最高の楽しい時間になりました、のどかれた、ほんま画面越しでもちゃんと叫んでくれた、はるかもなんかもうのどかれ枯れ気味です。全力で歌わせてもらってね、はい、ということで今日はカラオケ配信をさせてもらいました、ペンライトの充電切れた、そんなに全力でやってくれてた、嬉しいですね。ありがとう、楽しかった、そんなん言ってくれてありがとうね、6月からまた有観客になれればいいんですけど、どうなんだろうね、ありがとうございます、またねもしよかったらあのアーカイブ配信も見てください。はるかもいっぱい見る、さっきも見てたんですよ、ウィンクの今日公演ちょこっと見てて、見た後にやっぱりなんかレオパージュも見たくなってまたまたアーカイブ見ちゃった。推しカメラ最高やった、確かになんか推しカメラっぽくなるんかなこれで。歌ももはや全部自分やもんな、はるかやもんね、歌わりとかじゃないもんな。でもなんか基本的に振りは自分のパートの振りを全部踊ってたと思うので、ほんまに推しカメラみたいな感じかも。はい、本当にありがとうございました。じゃあ今日はこれで終わりますね、ということで、じゃん、はるかルーム恒例1位の方とラッキーさんにはるかから感謝の気持ちを込めて、感謝の気持ちを込めてって言っちゃった、感謝の気持ちをプレゼントということで、言葉のプレゼントをさせていただきます、これ毎配信ねさせてもらってるので、はい、ということで早速ランキングを読ませてもらいます。いきます、13位イグッチさんありがとうございます、12位ヒデさんありがとうございます、11位水崎あっちゃんありがとうございます、10位アッキーさんありがとうございます、9位末広さんありがとうございます、8位ヤマトシさんありがとうございます、7位味方町ありがとうございます、6位くまやんとうちゃんありがとうございます、5位スノーマンさんありがとうございます、4位モンブランありがとうございます、3位ひろぞうさんありがとうございます、2位とくちゃんありがとうございます、そして1位がごっちんさんです、ありがとうございます。それでは早速今日のラッキーさんいきます、今日のラッキーさんはバーレドー、ここ行ってみます、この方でーん、お13位、イグッチさんいますか、ユウさんまたまた3位やん、はるかの
ラッキーナンバーというか。13番井口さんいますか。はい、あ、いた、おめでとうございます。井口さん少々お待ちください。ちなみに今日ももうブログ送ってます今日もブログ完了してます。はい、ということで今日今日のラッキーさん井口さんです。おめでとう、ありがとうございます。はい、ではでは何番がいいですか。ブログの時間だ。そう、ブログの時間やろ。そうやね、もう大丈夫やで、バッチリしっかり書けたので今日も初めてなのでお任せで。おお、4回ですね。初めてよな、いいですねお任せか、何がいいかな。じゃあこれでいきますいきます。井口さん、好きだったけどもう好きじゃない。大好き、はい、ありがとうございます。おめでとう、初ラッキーさん、ありがとうございます。でもね、いつも見に来てくださってて嬉しいです、ありがとう。はい、ということで今日1位のゴッチンさん、ありがとう、ありがとう、こちらこそありがとうはい、ではでは何番がいいですか。何番にしましょう。ありがとう、こちらこそありがとうございます。でここにさ、ニキビできたんですよねめっちゃ嫌じゃない、なんかさ、リップはみ出た人みたいになっててめっちゃ嫌なんですよ、これほんまにリップはみ出た人みたいになってるか。2、オケ丸、2番でいきましょうじゃあ、いきますね。ごっちんさん、手つないでくれる。ごっちんさん、はるかの手ずーっと離さんといてな。はい、ありがとう、ありがとうございます突然の報告、そう、突然の報告、ちょっと画面の自分見てそういえばって思い出しちゃった、ちょっと早く直したい話しません。おー、約束約束ですよ。はい、ということで今日スペシャルギフトをくださった大和志さん、パパナキさん、水崎あっちゃん、味方町、末広さん、大ちゃん、やぶちゃん、ひでさん、いぐっちさん、ホリーさん、スノーマンさん、ひろぞうさん、フレンドちゃん、もっちんさん、モンブラン、わかぼんさん、そしてちゅんぞうさん、そしてそしてくまやんとうちゃんこれ何回も読んじゃってる方おるかな申し訳ない、それしてたら
とくちゃん、大阪の渋谷をなぎさまえさん、かな、呼ばれてない方いるかな、もしかしたら反映されてない方もいるかもしれないんですけど、ありがとうございます。ごめんね、呼べてないって方いらっしゃったら申し訳ないです。本当にありがとう。3000人突破おめでとう。おー、ほんまや、嬉しい、ありがとうございます。こんな遅い時間まで、遅いって言っても10時半かありがとうございます、嬉しい。今日は大丈夫だったね。今日はちゃんと反映されててよかったね、ありがたい。はるちゃんありがとう、俺も大好きで、わー嬉しい、両思いですねありがとう、ありがとうございます。はい、じゃ最後になったんですけど、最後にもう一度言わせてもらいたいと思います。本当にね、あのはるか、皆さんのおかげで、来てくださる皆さんのおかげで、本当にはるかルーム満員計画少しずつ達成に向かってます。本当に本当にありがとうございます。もう感謝しかないです。なんか昔の握手会のこととかを思い返してて、すごいなんか、そのまあ、今日とかも、まあ、12時から受付っていうのがあって、自分でこう見た時に、そのまあね、はるかは満員って言ってますけど、ソールドアウトっていう文字がすごいたくさんあって、もう夢みたいで嘘みたいで、ほんまに昔の握手会とかはもうソールドアウトの文字が見える前に、先にもうあの受付が終了しちゃったりして、本当になんかね、まだまだやなってずっと思ってたんですけど、皆さんがねいてくださるから、こうしてなんか本当に夢みたいな嬉しい気持ちになれてるし、ファンの皆さんといっぱいお話できて、こんなにもたくさんの方といっぱいいろんなお話させてもらえるね機会を設けていただけて、本当に皆さんにはもう感謝しかないです。本当に本当にありがとうございます。もう幸せです、ありがとう。なんでね、もっともっと、まあ、今フル部数でさせてもらってるけど、もう気を抜かずにずっとね、このままフル部数で皆さんとたくさんお話しできる時間をこれからもずっといただけるように、はるかももっともっと皆さんに興味を持ってもらえるように、いっぱい話したいなって、会いたいなって思ってもらえるように頑張るので、ぜひ来ていただけたら嬉しいです。明日のね12時まではるかルームへの鍵ゲットできるので、もしねもっと話してみようかなとか思ってくださる方がいたら、もう本当に本当に大歓迎だし、まあね、ちょっと初めて行ってみようかなって思ってくださる方もめちゃめちゃ大歓迎なので、ぜひぜひお待ちしてます。本当に本当にありがとうございます、ね、今日もショールームもね来てくださって、たくさんの方に見ていただいて本当に嬉しいです。公演の感想とかもね聞けて嬉しいです。本当に本当にありがとうございます。あ、今度は決算忘れないようにします。もうね絶対会いたいので、みんな待ってますね。待ち合わせさせてください、皆さんと、よろしくお願いしますそれじゃあなんか寂しいけど終わっちゃうの終わっちゃうの寂しいけど、5番目とか明日の準備とかがあるので、今日はここで終わりたいと思います。皆さん本当にありがとうございました。コールもいっぱい嬉しかった、ありがとう。また来てね、ゆっくり休んでね。ありがとう、皆さんもゆっくり休んでください、平日なのに。本当にありがとうございます。じゃあまたはるかルームでお会いしましょうまたね、おやすみ、ありがとう。